コメクス社が商用飽和潜水で使用するベル。飽和潜水とは深海の水圧に体をさらしつつ、超大震深度への潜水を実現するための技術。これによって100メートル以上の深度でも安全に長時間の活動ができるようになり、潜水病の危険も減った。最大で700メートル以上を潜ることも可能とされている。 減圧症の発症原理のシェーマ。大震度に潜るとき、最大の脅威となるのが、減圧症である。人体が、深海の水圧にさらされると、その圧力によって、呼吸するガスの中に含まれる窒素などが、生体の組織内に溶け込んでいく。これとは反対に、浮上する際には、周囲の圧力が低下するにつれて、生体組織に溶けきれるガスの量は減少していく。 これによって生体に溶け込んだガスは過飽和状態となる。健康な人の場合ならある程度のガスは自然に排出されるので安全のための基準を満たして浮上すれば滅多に危ないことにはならない。しかし浮上速度があまりに速かった場合や体調に不備があった時には余分のガスが気泡として体の中に現れることになり即戦など 一般に減圧症として知られる症状を呈することになる。ここで、生体組織に溶けきれるガスの量は一定であることが重要である。つまり、ある震度に一定以上の時間いた場合、ガスは、もうそれ、以上人体には溶け込めなくなる。とすると、ある震度で安全に浮上するために必要な時間は、一定であるから、同一の震度にいる場合には、 その深度に長くいればいるほど潜水効率は向上する。これが飽和潜水の基本的な原理である。例えば、水深90メートルから安全に浮上するには約6時間半もの時間をかける必要がある。つまり、水深90メートルで作業する場合には40分だけ作業するよりも2時間作業する方が潜水効率が高くなるということである。 ただし、基本原理は、蒸気の通りではあるが、飽和状態になるまで潜った場合、安全に浮上するのにかかる時間は、非常に長くなる。海中に身一つで、この長い浮上時間を過ごすことは、極めて単調かつ過酷であり、実際、危険を伴う。浮上時間は、呼吸ガスの濃度を適切に管理することによって、短縮できるが、このような状態で、ガス濃度を迅速。 正確に把握することは、決して容易ではない。このことから、実際に飽和潜水を行う際には、地上、戦場で、高圧環境を実現するための再圧タンク、及び、高圧環境を維持したままで、再圧タンクから海底までを往復するためのベルが、使用されることが多い。この場合、先行と浮上に相当する部分については、地上、 戦場の最圧タンク内で圧力を増やしたり減らしたりすることで代用でき、海中では実際の作業潜水の間だけ過ごせば良くなったので、はるかに快適に潜水を実施できるようになっている。飽和潜水の概念そのものは上記の通りであるが、実際に潜水を行うにあたっては、解決しなければならない課題が3つあり、以下のような対策が取られている。 潜水艦救難艦、千早飽和潜水の母艦機能を持ち、日本記録を達成した潜水を支援した。現在、日本で、飽和潜水を向上的に実施している、組織の一つが、海上自衛隊である。自衛隊は、海上自衛隊潜水医学実験隊を中心として、飽和潜水を含む、各種潜水技法の研究開発を進めており、 1997年には400メートルで40日間の潜水を達成し、2008年5月21日には潜水艦級難艦、支配屋の潜水員が450メートルという日本新記録世界第2位を達成している。この海上自衛隊の潜水部隊を例にとって、実際に飽和潜水を行う場合の手順を解説する。 海上自衛隊の潜水艦級難関のほとんどには、飽和潜水を行える装備が施されているので、母船とすることができる。海上自衛隊は、通例、6名、ないし3名のチームによって、飽和潜水を行っている。潜水チームが、タンクに入ると、まず、空気を呼吸しつつ、に気圧まで加圧される。ここで点検を行った後、呼吸ガスを、ヘリウム。 酸素混合ガスに切り替えて、所定の震度に相当する圧力まで一気に加圧する。ただし、ここで、加圧速度があまりに速いと、上述の高圧神経症候群などの弊害が生じるため、海上自衛隊では1メートル、分前後の速度を保っているとされている。また、目標震度が200メートルより深い場合、ここから、さらに加圧速度を遅くする。 例えば、上記の2008年5月の潜水の場合、タンクで加圧を開始してから実際にエクスカーションを行うまでに4日間をかけている。このことから、タンク内にはシャワーやトイレなど必要最低限の居住設備が設けられている。タンクでの加圧は目標深度から10メートルほど浅いところで停止される。この加圧の間、ベルはタンクに連結されているので、 タンクと一緒に加圧されている。タンクでの加圧が終わったら、実際に潜るダイバーはベルに移る。潜水を6人チームで行っていた場合、このうちの3人はタンク内に残ってベルで潜るダイバーの手助けをする役割がある。仮に実際に潜っていたダイバーに怪我などがあった時、地上からの救援チームがタンク内に入るには、 これまでに見てきた手順を同じように踏む必要があり、時間がかかるので、何かの時に手助けできる人間をタンク内に残しておくことは非常に重要である。ダイバーがベルに入ると、ベルはタンクから切り離される。その後、ベルはヘリウム、酸素混合ガスによって目標深度よりも多少深い深度まで加圧された後、海中に投入されることになる。ベルは、 まず、ムーンプールと呼ばれる船体の開口部まで移動した後、海底の目標地点に設置されたガイドワイヤーを伝って目標深度まで下ろされる。降下を完了したら、ベルはゆっくりと減圧される。ベルの圧力が水圧よりわずかに低くなった時点で、ベルのハッチが開くようになるので、実際のエクスカーションに入ることになる。なお、この際、 ベル内の3人のダイバーのうち、1人はテンダーを行うとして、ベル内に残る。作業終了後は、蒸気の手順を逆に行うことになる。ただし、減圧症のリスクから、浮上の方が、はるかに時間がかかることが多く、作業深度100メートルの場合は5日間、300メートルの場合は11日間を要する。飽和潜水の概念そのものは、 初の減圧表を作成したジョン・スコット・ハルデーンが、すでに考案していたとも言われているが、この時点では大震度潜水の需要もなく、また、これを実現する技術も未熟だったため、帰り見られることはなかった。世界で最初の飽和潜水は、1938年12月に行われた。この実験では、ダイバーは30メートルの深度に相当した圧力に、 加圧されたタンクに27時間滞在し、5時間かけて減圧しているが、被験者は減圧症に罹患して、高気圧酸素治療を受けている。その後、1957年より1964年にかけて、アメリカ海軍が行ったジェネシス計画が、飽和潜水への組織的な取り組みの端緒となった。ジェネシス計画においては、 動物実験に主眼が置かれていたが、敗酸素中毒の危険性の発見など、後続のために多くの貢献を成した。このことから、この計画を主導したアメリカ海軍医官のジョージ・ボンド大佐は、飽和潜水の父と呼ばれている。これと、ほぼ同時期の1962年、南フランスにおいて、エドウィン・リンクによる、マイン・ザ・シー計画、そしてジャック・イブクス島による、 コンシェルフ計画が進められていた。これらは、実海面において組織的に飽和潜水を試みるもので、リンクは初めて人間を対象として60メートルへの加圧を行い、クス島は55メートルにおいてエクスカーションを行った。さらに1963年、クス島は航海において飽和深度11メートル、エクスカーション深度110メートルのコンシェルフ。 2計画を行った。C ラブ3の海中居住区予想図。実際には実海面投入とともに最悪に見舞われた。クストとリンクの飽和潜水計画にあたっては、ジョージ・ボンド大佐の助言も大であったことが知られているが、アメリカ海軍が組織的に人間を対象とした飽和潜水を行うのは、1964年より開始された C ラブ計画からとなる。 これらは、海中居住施設を海中基地として用いたもので、シーラブアイ3の3時にわたって行われている。シーラブアイは1964年7月に、バムダ沖で行われ、飽和震度は59メートルであった。続く、ーラブ2は1965年8月に、カリフォルニア州ラホヤで行われ、飽和震度は62メートルであり、また、 オリからの宇宙開発と連動したパフォーマンスとして、第一級宇宙飛行士の一人であった、スコット・カーペンターを潜水員に加えたほか、軌道周回中のジェミニ5号に登場していた、同じく、マーキュリー7の一人であるゴードン・クーパーとの、無線対話、さらには、リンドン・ジョンソン大統領との電話なども行われている。これらの2時にわたる、シーラブ計画の成功に自信を得たアメリカ海軍は、 さらに規模を拡充した C-LAV3 計画を策定した。1966年よりまず地上実験施設での予備実験を開始し、十分なデータを蓄積、さらに再圧タンクを備えた支援艦エルクリバーをも投入して、万全の体制を整えた上で、1969年2月、海中居住施設を実海面に投入した。 しかし、居住施設を、飽和深度である186メートルに降下させると、重大なヘリウム漏れなどの事故が、多発。さらにこれを修理するために投入されたダイバーの一人が、死亡するに至って、シーラブスリ3計画の即時中止が決定された。この後、アメリカ海軍は飽和潜水そのものに興味を失い、ほとんど撤退した。このため、 アメリカ海軍は大震度潜水能力をほとんど失うことになり、1996年に発生したトランスワールド航空800便墜落事故に際しての捜索救難活動では、震度36メートルの現場に対して、球体依然とした早期式潜水とスクーバ潜水を繰り返さざるを得ず、多数の減圧症理官者を出す事態となっている。潜水界の巨人たる、 合衆国海軍の撤退によって、飽和潜水の発展は一えに民間に託されることとなった。初の商用飽和潜水は、シーラブ3の最悪的な実海面潜水の4年、前、バージニア州のスミスマウンテンダムの排水路整備のために行われた。この時は、従来の早期式潜水では2年かかると評価された、作業を4ヶ月で完結させている。 さらに翌年には、メキシコ湾において、実海面潜水が行われた。そして、飽和潜水は、油田開発という用途を見つけることによって、一気に発展を遂げることとなる。1960年代には、いわゆる北海油田が発見されるが、これは、北海の大陸砲、深度100メートル前後に位置しており、従来の早期式潜水では、 実用的な作業潜水は困難だった。さらに1970年代のオイルショックにより、情勢不穏な中東地域に依存せずに、石油供給を確保できる、北海油田をはじめとする海底油田に注目が集まり、これを保守するため、飽和潜水が大々的に導入されるようになった。 国際石油資本の潤沢な資金に裏打ちされて技術は洗練され、また工場的な潜水作業の要請からマニュアルルーチン化が進められた。その一方でより深い深度への挑戦も進められた。これらは各国で競うように行われたが、特に有名なのがアメリカのアトランティス計画とフランスのハイドラ計画である。アトランティス計画は デューク大学のピーター B ・ベネットの主導により、1979年から1980年にかけてアトランティス I3 の3次にわたって行われた。ヘリウム、酸素、窒素の3種混合ガスの有効性と呼吸抵抗の検証を主眼として行われており、窒素濃度と加圧速度を変化させての実験が行われた。このうちアトランティス3においては、 震度686メートル、総爆の時間は48日間に及び、世界記録を樹立した。その後、これに続いて、さらに到達震度を深めることを狙って、アトランティス4が行われたものの、被験者3名のうちの1名に対して、潜望、興奮状態など、かなり重度の高圧神経症候群を疑わせる、初見が出現したため、650メートルで加圧を、 中止して引き返した。なお、普段の被験者は、期間後しばらくは軽装状態が続いたものの、後遺症なく、現在に至っている。ハイドラ計画は、フランスマルセイユ開発会社が、フランス海軍と共同で実施した。水素、酸素混合ガスの効果を検証する、動物実験を主体としたヒュドラ i2 に続き、人間を、 被験者としたヒュドラ3で、マルセイユ沖で91メートルの潜水を行った。ヒュドラ計画はその後も順調に進められ、1988年のヒュドラ8では6人のダイバーが10面で534メートルの潜水を行い、これが10面で行われた有人潜水の最新記録となっている。そして1992年のヒュドラ X では、 地上の実験施設において、3人のダイバーが701メートル、相当までの加圧を行い、模擬環境を含めた、有人潜水の最新記録となった。なお、ヒュドラ X においては、飽和深度である650メートルから670メートルに、達するまで加圧に15日間、そこからの減圧には24日間をかけている。このように、 1970年代後半から1980年代にかけて、飽和潜水の限界深度に挑戦する試みが重ねられたが、その後は、むしろ、より浅い深度での活動に焦点が移ってきている。これは、特に400メートルより深い潜水では、高圧神経症候群の影響が決して無視できず、また、その後遺症も予測できないことが明らかになり、 さらに遠隔操作無人探査機の発達により、超大震度での有人潜水活動の意義が揺らいだことによるものである。しかしその一方、より浅い震度において、無人機や有人潜水艇では、困難な作業を行うための研究が盛んになっている。その最も端的な例が、2000年8月に、ロシア海軍のオスカー級原子力潜水艦、 クルスクが事故によって沈没した際に示された。この時、同艦の脱出ハッチは事故によって損傷しており、事故後駆けつけたロシア海軍の有人深海級難定の装備では解放できなかった。その後、飽和潜水によって、震度108メートルの現場まで進出した、ノルウェーの民間潜水員が、障害物を撤去し、こじ開けることに成功した。ただし、 政治的な事情によって、ノルウェー隊の救援が遅らされたため、艦内は、すでに完全に浸水しており、生存者の救出には至らなかった。また、長期の TWA 機事故現場での救難、捜索に際しても、飽和潜水の技術を用いれば、減圧症への罹患は避けられたのではないかとの意見も、ある。ジャムステックの海洋調査船、海洋。 飽和潜水の母船としての機能があった。日本においても極めて高いレベルの飽和潜水技術が維持され、また積極的に研究されてきた。その先鞭をつけたのが科学技術庁と東京医科歯科大学で世界初の商用飽和潜水が行われた1965年には、鍵庁による潜水技術の開発についての総合研究が開始され、翌年には、 東京医師大に実験潜水設備が完成、1968年9月には日本初の有人飽和潜水模擬実験を行った。これは呼吸ガスとして空気を用いたもので、飽和深度12メートル、エクスカーション深度は25メートルであった。その後もシートピア計画の下で模擬実験を重ね、1970年には100メートルの 模擬実験を成功させている。さらにこの間、1968年には、これらの計画に参加していた、東京医師大と民間企業の有志が、日本初の潜水ベルを自作し、10回目にへの投入を行っている。ただしこの際、ベルの深度保持に失敗し、危険な局面に至ったものの、かろうじて全員が生還した。そしてまた、1967年には、 海上自衛隊が潜水医学実験部を発足させ、ここに科学技術庁、東京医師大自衛隊の3機関が合同で、飽和潜水技術の開発を進めるという体制が確立された。1971年には海洋科学技術センターが設立され、民間側の研究中枢となったほか、自衛隊からも要員が参加し、 日本における飽和潜水研究の主導的な役割を果たしていくことになる。1973年、海洋カギセンターにおいて300メートル級まで加圧できるシミュレーターが完成、飽和潜水の研究は一気に加速した。これらの計画はシードラゴン計画、ニューシートピア計画などと名付けられた。一方、自衛隊においては1977年に、 潜水医学実験体が設置され、組織は整ったものの、保有機材は、加圧能力が限定的だったため、当初は地道な研究のみを行っていた。しかし、1985年に、新型の潜水艦救難母艦、千代田が収益し、300メートルまでの潜水艦救難が可能となったのに伴い、同年、450メートル相当までの加圧が可能な、 シミュレーターが設置されて、海上自衛隊は、一躍日本の飽和潜水研究の取材に踊り出る、こととなった。なお、海事の飽和潜水は、当初の機材は多くを、アメリカ海軍に寄っていたが、人員についてはむしろ、イギリス海軍に派遣して、技術を獲得しており、これによって、後にアメリカ海軍が、飽和潜水から事実上撤退した際にも、 技術継承を続けて行えたほか、上述の北海油田などで蓄積された経験をいち早く導入できたことから多大な効果があったとされている。また、先端研究という性格から東京医師団やその他民間との人的交流も盛んであった。海上自衛隊は400メートル級の飽和潜水を持続的に実施できる数少ない組織の一つであるとされている。また、 これらの研究開発とは別に、商用潜水も始められている。日本初の商用飽和潜水は、1974年に、常磐沖で行われたもので、作業深度は155メートルであった。その後も、商用飽和潜水は続けられ、1982年には、鳥取沖で240メートルの潜水を行っている。なお、 1980年代初頭には、津島沖の深度97メートルに沈んだ、ロシア帝国海軍の巡洋艦、アドミラルナヒイモフ内に存在が疑われた近海の引き上げ作業が、飽和潜水によって行われ、新聞紙面を騒がせた。ただし、これらの作業を主導した、日本海洋事業株式会社は、 後に飽和潜水から撤退したため、現在、日本の民間企業で、飽和潜水を行っているのは、1983年より、参入したアジア海洋株式会社のみである。ありがとう。